はい、その鍵は1本しかございません。親方様の大切な礼拝堂の鍵ですので、1本しかなく複製もありません。普段から使用人室のキーボックスに大切に保管されていますが。そうよ、そしてそれがなくなってたと源氏さんは言ったわね。何者かがそれを奪い、封筒に入れてマリアに手渡したのよ。それも昨日。なんだって。ってことはつまり、おかしいじゃねえかよ。そんなバカな、これは妙な話になってくる。どういうことでしょうか。私には何が何だかさっぱり。私にもです。どなたか説明してはいただけませんかな。間違いない、閉まってた。私が開けたのよ、間違いなく。私がマリアの封筒から鍵を取り出してここを開けるまで、確かにこの扉は施錠されていた。でもこの鍵は封筒に入れられてマリアに預けられていたのよ。しかもそれは昨日のお昼前の話なのよ。何ですか。それではおかしいではありませんか。そうなの、唯一の鍵は昨日の昼にマリアが魔女を名乗る女から受け取った。つまり昨日の昼から今朝方、ローザおばさんが開場するまでこの礼拝堂は密室だったことになる。どうやって親父たち6人はこの中に入って、しかも殺されたんだよ。ぜえ真似だぜ。またかよ。また密室かよ。魔法の力で鍵を開けたんだと、そう言いてえのか。バカにするんじゃねえ。わらわの力で鍵を開けるところを見せろと言うなら見せてもよい。しかしそれではそなたを屈服させたことにはならぬ。そなたが言う人間での説明、これを突き果てさせた時こそがわらわの勝利の時なのだ。さあさあ、どう崩してみせる。人間ならどういうトリックで崩してみせるというのか。前回の密室と同じだ。情報不足、こんなのじゃ推理不能だ。何の言い訳でもできるぜ。どんな手品だって通じる。推理なんてしようがねえ。またそれか。情報が足りないから様子見、不確定情報があるから推理不能。そなたら人間の思考停止の言い訳はいつもそれよ。人間風情が何を気取るか。ラプラスの悪魔の座に及ばねば思考を巡らせること一つできないというのか、この無能が。それに貴様は情報不足がまるで自分の不利になるように言っているが、真実は全く逆だぞ。そなたに与えられる情報が増えれば増えるほどに、そなたは苦しむことになる。己を締め付ける圧搾機の力を強めていく結果になるだけよ。おお、そうなら言わせてもらうぜ。これがそもそも密室かどうか検証不能だ。悪魔の話が出てきたんで俺も言わせてもらうぜ。密室でないことの説明はできる。こうやら出入りできるというのを示しゃいいんだからな。だが密室であることの証明は不能だ。無限の方法の全てを否定はできない。つまり悪魔の証明ってやつだぜ。密室という定義は実は証明不能なのさ。情報不足を言い訳にした思考停止の次はそうきたか。まあよい、
それがそなたの指し手だというなら認めようぞ。続けるがよ。なぜ？お前は礼拝堂がミスだと言いたいらしい。実際俺もさっき中をぐるっと見させてもらったが、確かに扉以外から出入りする方法は見つけられなかった。だがそれは俺が見つけられなかったというだけだ。密室の証明にはならないわけだ。俺には見つけられなかった隠し扉なんかがあったら、全ての前提は吹っ飛ぶぜ。つまり俺が隠し扉を見つけられようと見つけられまいと、密室を出入りできる方法 X は常に否定できないわけさ。そしてその方法 X は魔法でなくても実行可能さ。何しろ隠し扉なんだからよ。この礼拝堂だってそうさ。発見不能な隠し扉がどうせあるんだ。だから推理なんてする必要もなく、魔法なんかありえないってわけさ。ほうほう、そういう論法か。甘いな。想定していた一手だぞ。ならばわらわも受け手を指そう。わらわは人間風情の推理小説とやらに出てくる密室というものを常々バカバカしいと思っている。なぜか使い方が間違っているからよ。推理小説に登場する密室をお前は本当に密室だと思っているのか。思ってなどいまい。どういうトリックを使えば密室に見せかけられるか、そう思っている。つまり人間どもが積み重ねた100年の密室殺人など、ただの一度も完成されたことはないのだ。言うじゃねえかよ。推理マニアは怖えぞ。クリスティが墓の下で歯ぎしりしてるぜ。だがわらわは違う。わらわは本当の密室を生み出している。そしてそれを立証できるのだ。なぜか、わらわは魔女だからよ。悪魔の証明は悪魔を連れてくれば証明できるのだったな。ならば好都合。魔女にとって悪魔は良き友よ。いくらでも連れてきてやる。上等だぜ。親父たちは隠し扉を使って礼拝堂に入った、あるいは運び込まれた。この一手お前はどうかわしてみせるってんだよ。こうだ、生死は捨ておく。6人は確かに扉から入った。はあ、バカ野郎、鍵がかかってんだぞ。どうやって？わらわが魔法で開けて中へ誘った。そんなわけねえだろ。魔法なんて認められねえ以上、そいつを受け入れるわけにはいかねえ。お前は嘘をついている。あの扉は何かのインチキで開くんだ、あるいは隠し扉があるんだ。そのどちらかしか認めねえ。パーペチュアル。チェスでは千日手をこう呼ぶ。互いが相手の根拠を否定し合い、議論が進まないのもわらわたちのゲームでは千日手に同じ。多くのゲームではこれを引き分けに定めるが、これでは今日をそがれること甚だしい。わらわたちに引き分けはない。いわくそなたがわらわを認め屈服するか否か。それについてだけは同感だぜ。お前のお望み通り決着はきっちりつける。その心意気やよし。そこでわらわは考えた。わらわとそなたのゲームに新しいルールを追加しようと思う。新しいルール？どうせお前が有利になるルールなんだろう。まさかまさか。そなたらが求めてやまなかったものを与えようというのだ。貴様ら無能どもがいつも嘆いてみせる思考停止の理由、情報不足。そしてそれに対し情報を与えると、今度はその情報の真偽を疑う根拠否定。便利よのう。無能を棚上げする、実に小気味よい言葉よ。この便利な言い訳をわらわは取り去ってやろうというので、感謝するがよい。扉から入ったというお前に対し、俺はそんなはずはないと否定した。その否定が逃げ口上だと言いたいのか。そうだ。だからは真実を語るとき赤を使うことにする。どういうことだ。説明を続けろ。わらわがどのような魔法の一手を仕掛けようとも、そなたには常に
情報不足や根拠否定を繰り返すことで延々と逃げ続けることができる。これでは最終的にわらわが勝つことが変わらぬとしても、あまりに退屈を極める。そのためわらわはそなたが望む情報と根拠を与えてやろうと思う。しかしそなたはわらわの言葉一つ一つを疑ってかかるだろう。それ自体は悪いことではない。わらわもそなたを屈服させるためにあらゆる手を差す。互いに最善手を探り合うその姿勢は嫌いではない。しかしそれではゲームにもならん。だからこのルールを設けた。わらわが赤で語ることは全て真実。疑う必要が何もない。それを信じろというのか。わらわはそなたとゲームをしている。ゲームのルールは神聖。それを軽んじる者に参加の資格はない。よーし乗ったぜ。受けてやるぞそのルール。水かけ論や揚げ足取りなんて小学生でもできるぜ。なら早速再開しようじゃねえか。さっきの続きだぜ。もう一度繰り返す。親父たちは隠し扉を使って礼拝堂に入った、あるいは運び込まれた。ならばわらわも繰り返そうぞ。生死は捨ておく。六人は確かに扉から入った。もうよしてくれよローザおばさん。ストップ。ルールを補足する。わらわは真実を語るときに赤を使うが、それに対し証拠を示して立証する義務を負わない。ただ事実であり真実であるのだ。理由は簡単だ。わらわは全ての犯行を魔法で行う。だからどんな不可能犯罪もお前の目の前で魔法の杖を振るってみせれば済んでしまう。しかしそれではゲームにならない。チェスを指しながら勝敗を無視して相手に殴りかかる蛮行にも等しい。確かにもっともだ。お前が魔女である以上証拠を示す必要がない。何でも魔法でできちまうんだからな。ひでえ話だぜ。なんて不利なゲームだ。それではもう一度再開するぞ。六人は確かに扉から入った。わらわが魔法で鍵を開けた。この魔法を密室をどうかわす。鍵だ。源氏さんたちは鍵が一つしかないと言っているが、そんなのは証明不能だ。犯人はこっそり合鍵を作っていた。礼拝堂の鍵は一本しか存在しない。じゃあこうだ。犯人は正規の鍵以外のものを使って開けたんだ。何かわからないが、例えば針金とかキーピックの道具だ。なんだなんだその甘い指し手は。礼拝堂の施錠は礼拝堂の鍵以外では解錠不可能。もっとも魔法の力では開けられるがな。じゃあこうだ。扉自体がおかしかったんだ。施錠された状態のままでも通行できる仕掛けがあった。それが何かはいろいろ考えられる。お城の大扉に小さい入り口がついているように、さらにもう一つ扉があったとか。蝶つがいを外して扉を丸ごと外して入ったなんてのもあり得る。それが人間どもの100年の英知なのか、バートラー。礼拝堂の扉は施錠時にはいかなる方法での出入りも拒む。魔法が使えない限りな。そろそろチェックメイトか。まだまだ。お前は6人は扉から入ったと言ったが、この正面扉とは言ってない。他の隠し扉から入ったのかもしれない。くどいわ無能が。ならば先ほどの一手をさらに進めよう。6人は確かにこの正面扉から入った。めちゃくちゃだ。鍵は閉まってる。そして1本しかない鍵以外では解錠不能で、にもかかわらずこの扉から6人が出入りした。どうやってだよ。魔法だってか。くそ早くも人間の限界が露呈したか。ならば叫べディザインと。統領者はそう叫び、キングを倒すのが習わしよ。さあ降参か。ならば屈服を宣言せよ。そしてキングを倒すようにひざまずけ。そしてわらわの靴にキスをするがいい。
お前のような男に靴を舐めさせるのに勝る喜びはないわ。それだけは断じてないぞ。わらわが屈するか、そなたが屈するか、それ以外の決着はない。互いへの災難と例えたあの時の勇ましさはどこに。おい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 、がっかりがっかり、期待外れだぞ、後ろ宮バトラー。どうした？急に黙り込んだな。安心しろ。屈服は一時の恥よ。後に待つは身を委ねる喜びだけよ。さあ、頭領を叫ぶがよい。聞こえんぞ。大きい声ではっきりと言え。寝ぼけるな。お前が聞こうとしていないだけだぜ。ならもう一度言う。投了はない。続行だ。ゲームを再開するぞ。ほう、よかろう。そなたの手番からだぞ。お前の作ったルールを俺はお前の武器だと勘違いしてた。しかしそれは俺にとっても武器になるってことに気づいたぜ。つまりこういうことさ。試すがよい。俺はずっと密室の礼拝堂にどうやったら入れるかで頭が凝り固まっていた。その考え方じゃダメだったんだ。ああダメだぜ。全然ダメだ。チェス盤をひっくり返す。そうさ、思考の向きが逆だったんだ。本当の考え方はこうさ。もともと密室じゃない礼拝堂をどうやって密室に見せたかだ。来たな、人間どもの生み出した100年の思考術か。試してみるがよいぞ。赤で語ってもらうぜ。無理ならば拒否しろ。行くぜ。礼拝堂に入るにはこの扉しかなく、そして鍵はたった一つってのも分かった。だが待ちな、その鍵が本当に昨日の昼前からマリアの手に渡っていたのかどうかだ。長いな。かいつまむがよい。こういうことさ。俺たちは鍵が昨日の昼から使用不能だと思い込んでいる。だから昨日の昼から今朝まで密室だと思い込んでる。それを思い込みじゃなく、あんたにはっきり事実だと宣言してもらいたいのさ。面白い。扉ではなく鍵を論点にしたか。マリアは昨日お前から封筒をもらってる。マリアは開封しなかったが、手触りで鍵が入っていたことを知ったかもしれない。だが、間違いなく礼拝。